日本時間10日早朝、サッカー日本代表は国際親善試合でカタールワールドカップ以来となるドイツ代表と激突。ボール支配率は圧倒的にドイツとなっていたものの、終わってみれば4対1で日本の圧勝に。待って、日本強すぎ、これは練習試合か、などの声が寄せられています。現在 FIFA ランク20位の日本ですが、15位のドイツとは1勝1敗1分けという状態。是が非でも勝っておきたいホームのドイツとの一戦を前に、森保一監督は世界トップクラスの力を持っているドイツ戦で今の立ち位置を図ると、気合の入った抱負を述べてくれていました。ドイツファンの大声援が響く中、キックオフとなったこの試合、前評判通りボール支配率は圧倒的にドイツとなっていましたが、日本は前半10分過ぎに味方の絶妙なクロスを伊東純也選手がしっかり合わせて先制すると、現地のスタジアムからはブーイングが。その直後にドイツはレロイ・ザネ選手が同点ゴールを放ちますが、25分には日本が右サイドを攻略し、流れるようなパスで最後は上田綺世選手が合わせて2対1とリード。日本のチャンスがあれば一気にゴールに襲いかかる様に、ドイツファンはビクビクしているようでした。何が何でも負けられないドイツは後半攻勢を強め、日本陣地に攻め入りますが、日本の粘り強いディフェンスがそれを許しません。さらに日本は後半途中から浅野拓磨選手や久保建英選手といった選手たちを投入し、今後のことも含め様々な戦術を試す余裕も。こうなるともはや日本がドイツ相手に遊んでいるような展開となってしまい、ゲーム終盤には速攻で抜け出した久保選手からのパスを浅野選手が流し込み3点目を挙げると、その直後には久保選手のクロスを田中碧選手がヘディングで決め、ダメ押しの4点目となっていました。4対1と終わってみれば日本の圧勝に。早朝からご覧になっていた方々からは、4対1は予想できない結果だった、日本強すぎがトレンド入りしてる、マジで内容も良くて見てるの楽しかった、この後の親善試合も楽しみだ、などといった声が続々と寄せられていました。またこの試合についてドイツメディアからは、ドイツ代表の恥ずかしいパフォーマンスにブーイングが飛び交った、今夜のドイツのパフォーマンスはひどく低調で魅力的なボール回しすらできなかった、などと酷評されると、アメリカなどのメディアも飛びつき、ボルフスブルクでの衝撃的な夜だ、日本の驚異的な勝利は間違いなく鑑賞に値する、森保監督の率いるチームはこの試合を常にコントロールし続けたと称賛するなど、前評判ではドイツの勝利としていた海外メディアも驚きを隠せないようでした。この試合で歴代最強とも評される日本代表の選手たちですが、12日にはベルギーゲンクを会場にトルコ代表と対戦することとなっており、こちらにも大きな注目が集まっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。4対1は予想できない結果だった、日本強すぎがトレンド入りしてる、親善試合とはいえ嬉しすぎる、この内容に、そしてこの結果、頼もしすぎるメンバーだ、決定力あれば5点6点入ってた可能性があったのがすごい、ドイツ代表に4対1で勝利、マジで内容も良くて見てるの楽しかった、この後の親善試合も楽しみだ、ドイツは今日は負けられないと思ってたはず、それでこの点差は日本の強さだね、
点差もあるが、球際のファーストタッチがキレキレだったのが印象的。ドイツはめちゃくちゃブーイングされてるな。そりゃ2戦合計で2対6だもんな。完勝と言って良いでしょう。日本良いサッカーしてたな。前後半で戦術変えてもハマってた。後半の日本はほぼ守備練習のような感じだったのに、ドイツは点を取れず逆に日本が2発。日本強すぎでしょ。アウェーでこの結果はできすぎ。本当にお見事な試合展開でした。サブも含め使いたい選手多すぎ。ほんと贅沢な悩みだな。堂安とか久保とかもっと見たかったな。前半いいリズムでリードしていながら、あえて今後を見据えてシステム変更、そしてカウンターで追加点。ドイツ相手に見事なゲームでした。欧州狩りの森保ジャパン、日本が過去最強すぎる件。日本が圧倒した試合だったけど、ドイツの不調さを物語る試合でもあった。それにしても日本素晴らしかったよ。強豪国相手にこういうサッカーをしてる日本が見れるなんて思わなかった。明らかに強くなってて、これからが楽しみすぎる。12日のトルコ戦も楽しみです。なんて清々しい朝なんだ。これで気持ちよく二度寝できる。今のベストメンバーでどこまでやれるのか試す親善試合で大きい収穫だった。早起きして正解。統一された組織的な守備、個人でも組織でも得点できる攻撃、日本のレベルは着実に上がっていますね。素晴らしい日曜の朝だ。